岸田総理大臣は1日の参議院予算委員会で消費税を将来引き下げる可能性について全く今から否定するものではないとの考えを示しました。物価高がやっぱり上がっていって、やっぱりこれにやっぱり対応していくためには消費税の減税しかないなといった場合には消費税の減税も考えるんですか。大きな議論が行われた結果として、まあ、消費税について対応を考えるということ、これを全く今から否定するというものではないと思いますが、これは大きなこの議論、大きな判断となります。ただ岸田総理は今回の措置について、所得税の減税と給付の組み合わせが最も現実的だと説明しました。一方、消費税の引き上げについては明確に否定しています。総理、消費税の増税、いつやるおつもりですか。消費税の増税、考えておりません。